一番最初に何をすればいいんだっけ、ガミさん。うわぁ、わかんねえよ。わかんないかな。わかんなかったらわかんないでいいよ。あ、わかりません。オッケー、いいよ。じゃあ、パナスマさん。そうだよね。これ、一本線、この曲がってる部分に全部直線を引くんだよねって話。ね、これはもう絶対大事だから、よく覚えててね。はい。要は、わからないものは全然わからません。わかりません。全然絶対先生は怒んないから、大丈夫。その時に分からないって答えたら絶対話聞くから。そう。で、先生も多分目線合わせるから、もう全然分からない問題は分かりません。確かにみんなの前では言いづらいかもしれないけど、みんな何も気にしてねえから、お前が分かりませんって言ったことに対して、そう、おめえ分かんねえのかよ、みたいな、絶対思ってないから、それは全然大丈夫だと思う。じゃあ、分からない時のベストアンサーは？分からない時のベストアンサーは、もう分かりませんっていう目で見る。そしたら先生は絶対助けてくれるから。わかりません、ピエン。そう、ピエン、ピエン。そう、あの目をする。で、そしたら、先生は多分助けてくれるから、俺は助けるから、そう、あ、わかんなかったらわかんないでいいよって。うん。次に、できれば、OK だと思います。